最近、より一層猛暑が厳しいですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。オーバーヒートしてどうにかなっちゃいそうでガガ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 ガ。おぶっちゃった。ついにギア三兄弟から犠牲者が出たか。だが奴は四天王の中で最弱。三兄弟か四天王かどっちだよ。こっちには兄弟最強のデルタギアがいるんだ。暑さなんてへでもない。最強もバグってるけど。はいもう解散。高圧いと熱暴走でもしそうだな。逆にメイスでになってるけどな。高圧いとイライラも増しそうだ。あーくっそ、俺の中の何かが暴れ出しそうだ。それは中二病。カイザギア、もし俺に何かあったら、まあヒエクタでも張ってやるよ。蹴り飛ばしてでも止めてくれ。性癖ならプライベートで晒してくれ。ドライブタイプデッドヒート。止まらない暴走車、死の口まで一っ走り付き合えよ。仮面ライダードライブ、タイプデッドヒート。仮面ライダードライブの第一中間フォーム、人々を惑わすボイスロイニュードの事件を追っている際に、ついに戦闘にもつれ込むが、途中でハートロイニュードが乱入してくる。その戦闘力の前にマッハが防戦一方で圧倒されているのを見ているドライブ。以前退治した際は終始圧倒され共倒れ覚悟で引き分けに追い込むのがやっと、どうしたものかと考え、呼び出したのはシフトデッドヒート。その時点で最強装備とクリムが豪語するほどの代物だが、最終調整が済んでおらず、危険を伴うと警告されたものの、マッハを救うために変身した。それこそがタイプデッドヒートなのぜ。身長200センチ、体重 107.1キロ、パンチ力 15.3トン、キック力 23.7トン、ジャンプ力 36.5メートル、走力 100m 3.2秒、右肩にメーターの備えられた小型のタイヤ、 DH 後輪があり、シフトデッドヒートの加熱活性剤を利用し膨大な稼働エネルギーと熱を生成。そのエネルギーは全身各部に高速循環し、全機能を限界寸前まで高める。電磁力による運動補助機能を備え、肩の力を増大させて高速パンチを放つ。脚部のアクティブファストブーツには接地性に優れた高性能グリップパーツが使用され、急加速で一瞬でトップスピードに至り、安定した高速戦闘を可能にしている。足裏には高圧縮エネルギーを集中させ、超高熱のキックを放てるぞ。ボディカウルアーマーはエネルギー攻撃を拡散する粒子がコーティングされてて、さらに高化合金を高圧縮した素材を使用してて、耐久性と柔軟性も備えてるのぜ。すねのあたりを保護する脚部の強化アーマーアドバンスレッグには、複数の高性能サスペンションが組み込まれていて、パワーと瞬発力を極限まで引き上げてるのぜ。総合的に見ると熱と高出力のエネルギーによる爆発的な運動能力を生み出し、そこから繰り出される高速格闘戦が売りって感じですね。特性があるとするなら円だな、間違いなく。必殺技はドライバーのつまみをひねって赤い稲妻状エネルギーをまとった高速連続パンチ、シフトブレスのボタンを押して高熱のエネルギーをまとった強力パンチ、さらにそこからベルトのつまみを回すことで赤いタイヤ型エネルギーを発射することも、そしてライダーキック技、デッドヒートドロップがあるぞ。なんか攻撃力高そうね。実際におそらく瞬間的な攻撃力ならば上位に入るであろうな。さらにタイヤ交換機能も健在であり、劇中ではマックスフレアを装備しておる。身長200センチ、体重 108.9キロ、パンチ力 15.6トン、キック力 24.2トン、ジャンプ力 36.4メートル、走力 100m 3.3秒、機動力は多少下がるものの、デッドヒートが自前で発する熱をマックスフレアの炎の攻撃に利用でき、攻撃力を増大し、相性は超絶抜群だ。劇中ではしんのすけが激高してたこともあり、メディックを終始圧倒してたのぜ。なんならスの状態でもハートを圧倒してたくらいだからな。まあもともとタイハート用の形態でもあったからな。そうなの？まあほとんど毒を持って毒を制すやり方だったけどな。どういうこと？ハートロイニュードにはデッドゾーンと呼ばれる状態がある。自分の内燃機関の能力を限界値以上に解放した強力な状態だが、反面自身でも制御困難な暴走状態に陥ってしまう。止めるためには外部からの衝撃が不可欠なんだが、デッドヒートはハートに対抗するため、その力を参考に作られた結果、同じようにデッドゾーン状態になるデメリットを抱えたんだ。一定時間が過ぎると DH 後輪のメーターがレッドゾーンに達してタイヤが爆発、制御できない肉体に変身者が振り回される状態になってしまう。他の暴走フォームに比べるとまさしく熱暴走でバグった機械みたいな暴走ですね。そのためか暴走の仕方もかなりコメディ寄りで、暴走フォームの安全地帯と呼ばれてません。呼ばれてないんかい。初変身の際はマッハに必殺技で止めてもらっておったな。変身に使用されるシフトデッドヒートはそのマッハと兼用するアイテムであり、当初は普通の車の形状だったが、最終調整後はサイドカー状態になり、マッハもデッドヒートマッハへの変身に使用してる。ちなみにタイプデッドヒートの後頭部は逆さまのデッドヒートマッハの顔だ。というかスーツ自体共通で頭部とベルトとシフトブレスを付け替えるだけなのぜ。というかデッドヒートといえばマッハって印象が強いんだよな。まあ終盤までマッハの強化形態デッドヒートだけでしたし、さらにもう一つの強化形態が登場したら全くと言っていいほど変身しませんでしたし。タイプフォーミュラー。超高速で一っ走り付き合えよ。
仮面ライダードライブ、タイプフォーミュラ。ロイヌード側が新たに身につけた能力。超重加速、通常の重加速よりもさらに強力になったことで仮面ライダーすらも動けなくなるほど、タイプデッドヒートならばなんとか動けるものの戦闘をこなせるほどではない。そんな時クリムがしんのすけにも隠していた隠し玉を召喚した。チェイサーの攻撃がヒットし爆炎が包み込む。次の瞬間、巨大な風の渦が炎を巻き上げその中から青いボディのドライブが出現。それこそがタイプフォーミュラなのぜ。身長202センチ、体重 111.1キロ、パンチ力16トン、キック力 28.6トン、ジャンプ力 47.1メートル、走力 100メートル0.2秒。モチーフは携帯名からもわかる通りズバリフォーミュラカー。胸部走行はフォーミュラカーがそのまんまくっついたような大胆なデザインであり、絶対腕が上がらないし、あと絶対足の爪切れない。デブの悩みじゃん。てかこの状態で足の爪切らないでしょ。カタログスペックからわかる通りこの携帯の売りは、なんといってもモチーフ通りのスピード。オーズのラトラーターコンボの 0.222 秒よりも速く、アクセルトライアルのマキシマムドライブ発動時の 0.27 秒よりもスピードは上だ。しかもこれがスのスピードという驚き。加速時には 100m を 0.12 秒で走りスの無敵ゲーマーを上回るのぜ。この加速は空気の流れを調整することで行われており、両腕のタイヤを高速回転させて周囲の気流をコントロールし高速化、さらに空気の渦を発生させて攻撃を受け流したり対象を保護することも可能。胸部のオーバーテイクユニットは冷却や空気抵抗をコントロールする機能があり、内部の防御装置から全身を覆うシールドを展開することが可能。また G サイドポットと呼ばれるユニットには敵の攻撃や空気を吸収する機能があり、背中にある X ファンブーストに送るエネルギーへと変換。その後ブースターで短時間だけであるものの爆発的な推進力を生み出す。空気抵抗を操作しておるからな、そりゃもうスピードが乗ることだろう。そういえば私聞いたことあるんだけど、F1 レーサーって加速による G に耐えるために過酷な訓練をしてるんだとか、変身してるしんのすけは大丈夫だったのかしら。ああ、それなら安心しろレイム。あ、じゃあ大丈夫だったん。バッチリ首痛めてた。大丈夫ませんでした。そもそもクリムが隠してたのは十分な訓練を受けてから打ち明けるつもりだったからで、初変身時のぶっつけ本番は完全に想定外だったんだぜ。クリム曰く訓練なしの運用はデッドヒート以上に危険なんだとか。確かにデッドヒートは強烈な疲労を伴いますが、逆に言えばそれだけ対するフォーミュラはムチ打ちレベルの肉体的ダメージがありますからね。とはいえ当初は超重加速状態でも戦闘をこなせる唯一の戦力だったからな。撃破のためには変身せざるを得ないわけだが、どこかしら割り切ってたのかしら。いや、デッドヒートと違ってこっちはしっかりと対策を講じていたぞ。その一つがこのトレーラー砲。分類上はシフトカーではないものの、同様に自立稼働できるトレーラー型の大砲で、スピードはかなり遅いものの超重加速状態でも動けるパワーを誇っている。内部にはシフトカーを2台格納できるスペースがあり、現場に急行するのぜ。運転席部分を下にスライドさせると大砲状態に移行するんだ。スの状態でも強力な砲撃を繰り出すことができるが、その真髄は必殺技にあり、内部に2台のシフトカーを装填することでフルの文字が浮かび上がった後、強力なエネルギー砲を発射するトレーラーインパクトを繰り出すのぜ。またボディ自体が頑丈なので縦にすることも可能。遠距離武器によって移動と衝撃のリスクを少なくしているのね。ちなみに同じ銃タイプの武器にはドア銃もあるんだが、威力が低い分連射ができて小回りができるあちらと、威力は高いが小回りが効かないほぼ必殺技専用武器のこっちでは、使用用途で差別化ができている。そう考えたら一つで全部できてたしな。話題大 DJ 銃って優秀だったんだな。しかしトレーラー砲やらドア銃やら名前が安直というか、なんというか。何を言う、ハンドル剣もあるぞ。ネーミングセンスが振り切れてる。なんならハンドル剣とドア銃の頃はベルトさんも苦言を呈してたが、トレーラー砲の頃には諦めてそんなことだろうと思ったと発言してる。音声もフォーミュラ砲だったしな。そしてもう一つの改善点が専用のシフトカー、ピットクルー、マンターン F01、ジャッキー F02、スパーナ F03 だ。フォーミュラの負担を軽減するためにの専用サポートメカでありタイヤ交換で使用。まずはフォーミュラマンターン、身長202cm、体重 113.4kg、パンチ力 15.9トン、キック力 28.9トン、ジャンプ力 46.6m、走力 100m0.24秒。キック力が多少上がっている以外は装備追加もあってスペックはやや下がった。両腕のタイヤにはリザレクションフリューエルという圧縮エネルギーが内蔵されており、フルチャージすれば充填率を最大 150% まで上昇させ、それを噴出することで高速移動の補助を行い、より長時間の稼働が可能になる。さらに治療効果のあるシフトカー、マッドドクターの技術が応用されており、さすがにあちらには劣るものの、装着時には疲労を回復することができる。モチーフは給油かしら。続いてフォーミュラジャッキー。身長 202cm、 体重 114.9kg、 パンチ力 16.4トン、キック力 29.2トン、ジャンプ力 44.3m、 走力 100m0.288秒。右腕のタイヤがジャッキライザーに変わっており、内部には重力を操作するローリングラビティの技術が応用されている。それを使った重力操作で自分の何倍もある持ち上げ言うことが可能で、倒壊する建造物を支えたり敵に押し付けて身動きを封じる、またジャンプ台にすることで味方を大ジャンプさせることも可能だ。純粋に重力操作で殴るだけでも十分強そうですね。最後はフォーミュラスパーナ。身長 202cm、 体重 113.6kg、 パンチ力 17.1
1トン、キック力29トン、ジャンプ力 45.2 メートル、走力100メートル 0.25 秒、右腕にスパナ型の高強度の鋼製クローのグラスパークローを装備され、高速回転でドリルのように物体を削ることが可能、さらにはアームホールを生成し瞬間移動する能力を持っているシフトカー、ディメンションキャブの技術を応用しワンブごと分離し射出するロケットパンチが可能。なるほど、マジンガー Z か。ロケットパンチイコールマジンガー Z は世代がバレるな。お黙り。で、実際問題、この3つのシフトカーたちがどのように負担を軽減するかというと、まずジャッキーがエネルギー上の診察台を出現させてドライブを寝かせ、スパーナがパーツを分解し細部のチューニングをするんだ。マンターンは？特に何も。なんで？多分マンターンはタイヤ交換で直接エネルギー供給するのが役目なんだろ。なおフォーミュラは他の形態とタイヤの形状が小型かつに分割なためか、ピットクルー以外のタイヤ交換はしたことがないのぜ。でだ、このピットクルーたちの問題点だが。問題点あるんだ。結構至れり尽くせりだと思うんだけど、メンテナンスとかもしてくれて結構重宝されてたんじゃないの？そのメンテナンス機能を作中2回しか使ってない。活躍の場が奪われてた。そもそも体への負担がかかるのは長時間使用したらだからであり、逆に言えば超高速移動を短時間だけ使用すればさほど負担じゃない。じゃあタイヤ交換で使えばいいと思う。確かにそっちでの運用がメインだったが、だが実は当初の開発段階ではこのタイプフォーミュラがドライブ最強形態で、そのためスペックは相応に高い、よってタイヤ交換しなくてもスのスペックで割と戦えるという事態に。じゃあトレーラー砲に装填する程度の活躍になってるのかしら。最初の方はそうでした。もうなんか察した。ここでイレギュラーな真の最強形態タイプトライドロンが登場。フォーミュラ自体は高速移動という無二の個性があったからたびたび変身してたが、タイヤ交換されるまでには至らず、さらにタイプトライドロンに変身するためのアイテム、シフトトライドロン、もともとは変身用ではなく、全シフトカーのデータを集結させた必殺技用アイテム。そう、ピットクルーたちもこの全シフトカーの内の一つに集約された結果、わざわざ個別に使う意義も薄れ結果そこですら活躍の場を奪われる形に、しまいにはシフトカー3種を融合させるタイプトライドロンのタイヤかきまでいるには、ピットクルーたちを融合させたグランプリという形態もあったんだが、てんこ盛りを約束の設定だけで能力使われない地獄により登場せず、結果フォーミュラ専用という個性が足を引っ張って活躍に恵まれない悲劇。まあそれでもフォーミュラが活躍してるだけピットクルーも浮かばれるって。唯一無二の個性があると重宝されますからね。僕のアクセルフォームもそうだったように、ちなみにアクセルフォームの方が圧倒的に速いので足からず。マウンティングで。マウンティングも何も誇れる個性があるのは事実ですからね。なお勝ってるのは加速時だけですのスピードはボロ負けである。うるさいですね。ちなみに作中設定上はフォーミュラがもともと最強フォームだと想定されてたが、制作陣はもちろんそんなことはなくもう一段用意していた。ただここで地上最速のマシンをモチーフにしてしまったことで、最強フォームのモチーフを何にするかで難航したらしい。最終的には専用マシンのトライドロンと一体化するという結論に至ったのぜ。さて、今回はここまで。そろそろ本格的に1作品の中間フォームの数が多くなってくるから、一度の紹介で1作品分の解説がデフォになりそうだな。特にあの混沌を極めていた世界のライダーは多いぞ。にしてもデッドヒートといいフォーミュラといい変身者の負担がエグいですね。もっと安全に配慮した方がいいと思います。確かにそうだよな。変身者が戦えなくなったら元も子もないもんな。お前ら、暑さで狂ったかご愁傷様。突っ込んでください。